はい、ループ62、乗員12人、グノーシア3体で、ドクターバグナシ。で、俺が守護エンジェルですね。はい、やっていきましょう。まあ、バグがいないから、考えやすそうではある。おしげちゃん。で、誰がグノーシアなんだ？今なら怒らんから言ってみろって。ダメか。いや、怒られるから嫌とかそういう問題じゃない。オステラさん。エンジニア権限。俺は守護天使だから。あ、米エンジニアね。おーと、セッサン。米バーサスセッサンか。なるほど。まあ、米嘘つきの場合はすぐバレそうだけどな。ついてくるがいい、ランタン。お前の命も才覚も存分に使ってあげましょう。幸福な奴隷、それがお前の、いいんですか、ユリコ様。幸福な奴隷なりたーい。ランタン聞いて。何ごめん、急に大きな声を出して。これはチャンスかもしれない。できれば、ユリコの申し出を受けてくれないか。いや、言われずとも。いや、言われずとも幸福な奴隷になるよ、俺。どうするのです？ユリコ様の手足となります。これから力を合わせよう。合わせようじゃない。合わせさせていただきますだろ。やった、ユリコ様得。こんなん勝ち確じゃね？あ、鍵っ子さーん。鍵っ子の方。あ、しげちゃん。鍵っ子しげちゃんか。なるほど。おーと、エスケちゃん。しげみちと二人きりでしっぽりお留守番だったのよ。しっぽりしちゃってたの？しげみちのしげみちを S 級しちゃってたんだ。さて。おっと、ゆりこ様疑われとる。下がれ、貴様。ゆりこ様にそのような。おおお、反撃してる。コールのはコメット。お前です。さすがです、ゆりこ様。いや、てか、ゆりこ様のこれ強くね？ああ、コメットアウトな。ああ、ミンミンベーゼが。おお、しげちゃんも。いや、マジでこれ強いな。俺守る必要なくねえか、ゆりこ様。いや、俺が疑われた時も同じようにやってくんねえかな。てかこれ。おーっと、米疑いの流れになっている。ゆりこ様まで。いや、まあ、これはまあ、乗るか、でも。いや、ここで乗らないとね、後でゆりこ様に、まぶたギューってされるから。痛い。まぶたが取れてしまいます。ゆりこ様、やめてください。いや、まあ、これは米だろうな。もうゆりこ様に喧嘩を打ったのが運のつき。こうなりたくないから、やっぱり米。いや、こうなりたくないから俺は幸福な奴隷になったんだよ。おやすみ、米。ということで、エンジニアが残り、セッサンだけになった。ただまあ、セッサンが本、ランタン、どうしたの？本物かどうかわからないエンジニア。ランタンに頼みたいことがあるんだ。少しだけ付き合ってほしい。何？ユリコ様の件かな。今のところランタンはユリコと協力関係にあるだろう。あ、やっぱり。だからユリコから異星体グノースについて聞き出してほしいんだ。なるほど。前のやつの続きか。ほら、グノースの正体の話だよ。以前のループでユリコに聞き損ねただろ。覚えてる？いや、覚えてるよ。分かった。俺今幸福な奴隷だから。なんとかご主人様に聞いてみるよ。ふふ、よかった。じゃあ任せても大丈夫そうだね。ユリコ様の靴の裏を眠り上げてみせる。ユリコに聞いてみてほしい。異星体グノースとは何者なのかを。教えてくれるかな、それ。もちろんユリコのことだから簡単に教えてくれないと思う。実際私は何度も失敗しているからね。あ、セッサン。あ、セッサンも幸福な奴隷になったことがあるんだ。だからランタン、すまないが君に頼らせてほしい。あ、わかった。なるほど、ユリコ様から情報を得ればいいのか。あ、ユリコ様、早速。ユリコ様、聞きたいことがあるでゲス。なるほど、グノースが何者かを知りたいと。あ、ふふふ、お前がですか？出た、ユリコ様のこの顔。ユリコ様よくその顔するよね。良いでしょう。あ、いいんだ。ならば、それに足るものであることを明かすがいい。それに足るもの。お前が忠義を尽くし、この身を守りきったならば、すべてが終わったとき、お前には教えましょう。なるほど。ユリコ様を生存させればいい。話はそれだけです。
下がりなさい。あ、仰せのままに。え、じゃあ、あ、じゃあ俺はゆり子様守ろうかな、この回。え、そうだよね。だってゆり子様がグノーシアに襲われてしまったら全てが台無しになってしまわれるから。うん、というわけで俺はじゃあゆり子様をお守りいたそう。あ、エスキューちゃんか。え、でもこれゆり子様がグノーシアパターンもあんのかな。いや、まあだとしてもだよね、だとしても生存させる、それが今回の。あ、ベーゼノーグノーシアか。いやー、でもこの状況だとセッサンの報告も当てになんねえな。お、ステラさんが疑われている。うーん、これは、あ、ラッキーも疑ってる。ステラさん疑われそう。あ、ゆり子様、そんな、あ、これは何かの間違いでは。いや、でも幸福な奴隷としてここはここは逆らうわけにはいかない。ゆり子様がそうおっしゃるなら私も同調します。ステラさんが怪しい。おーっと、しげちゃん、マジで、みんなめちゃくちゃステラさん疑ってるじゃん。あー、幸せだな、なんて幸せなんだ。泣きながら笑ってます今。なんて幸せなんだ。ゆり子様についていってよかった。あー、セッサン疑われてる。んー、いや、どうなんだろうなー。あー、乙女ちゃんも便乗。まあ、コメコメがもう最初にいなくなった以上、セッサンの言う信憑性が、あー、でもすげえかばわれるなー。まあ、セッサンは今んとこわかんないな。あら、乙女ちゃん、ステラさんひどいことできる人じゃないです。かばってる。あれ、ククルもかばってる。入りたい、そっちに行きたい。おら、来たが、俺は、俺もこれに乗る。ゆり子様の言うことは絶対だ。逆らう者はまぶたを引っ張るぞ。あれ、ククルも、おーおーおお、ちょっと待って。あ、ゆり子様反論なされている。いや、ちょっとククルンと乙女ちゃん、ステラさんかばいすぎじゃない、さっきから。信じるってなんだい、宗教用語。ラッキー、ラッキーも独特の価値観を見せている。いや、これステラさん怪しく見えてきたなと。ちょっとここでみんな恋話しない、俺に告白したやつウェルカム。好きな人、はい、乙女ちゃん博士大好きね。後輩本能の脳機能なんてとっくに解明されてんだけど、何か疑問でもあるの。うん、ラケは黙ってろ。そういうことじゃねえんだ。あ、でもそうなの、解明されてんの。その話も気になるけど、でも恋バナってそういうことじゃねえか。さて、いや、でもこうなってくるとステラさん怪しく見えてきたな。いや、俺は今回幸福な奴隷、幸せのために最愛の人を生贄に捧げる男です。くいったよ。いや、ラッキーはなんで俺に入れてんの、そんで。で、あとゆり子様も結構疑われてんな、結構喋ったもんね。あー、ステラさん、来世でお待ちしております。さあ、これでまた幸福に一歩近づいた。ラッキーよ。ラーキーをなんで俺に入れたの。マスカとは思うけど、君、僕と君の時間の価値が同じだなんて思ってないだろうね。同じだよ、同じだよ、ずん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 、同じだよ。はい、一緒に。同じだよ、同じだよ、ラッキーオトランタン、同じだよ。さて、いや、今晩もゆり子様守るよ。てか、ゆり子様やばそうだもん。めちゃくちゃヘイト買ってそうだもん。しげちゃーん、行かれた。まあ、留守番だもんな。しげちゃんを痛む気持ちが伝わってくる。いや、ゆり子様かセッサンあたり狙われるかなと思ったけど。あっ、ゆり子様少なくともグノーシアじゃない。おや、ゆり子様せつも幸福な奴隷になりたいのでは。乙女ちゃんね。いや、乙女ちゃんとククル怪しいんだよな。ああ、ゆり子様さすが、イグザクトリー、その通りでございます。いや、乙女ちゃん、ククルン、ステラさん怪しい。おい、ラッキー、お前かばうのかよ。ああ、ククルンもかばってる。いや、やっぱこの3人グノーシアでは。ああ、ゆり子様がガンガン詰め寄っている。
いやもう乙女ちゃんの透明のこのヘルメットにもゆり子様がもう顔べちゃーやってるよ。ねえ乙女、お前の望みは何ですか。いやほらククルン絶対かばうもん。よーゆり子様、貴様ゆり子様に立てつくか。おいククルン、ゆり子様、おお出ました、出た、ゆり子様の、ゆり子様の反撃が出ました。わっしょいわっしょい、おっとすごい数の幸福な奴隷が押しかけています。わっしょいわっしょい、コールのため、ここでじゃあ僭越ながら雑談を挟ませていただいて、みんな食べ物何好き。あー乙女ちゃん生のお魚、ラッキーイートフェチ、はいはいはい。ゆり子様は、ゆり子様好きな食べ物は。あー節産レーションか。ゆり子様の好きな食べ物も知りたいな。さて、お知ってたかい、僕は乙女を信用してるんだ、だから状況を変えるためにこれから乙女を疑うのさ。何言ってんだよ。いや素直に他人の意見に流されましたって言えよ。意見変えるの恥ずかしいからって変な前置きしてんじゃねえぞてめえ。おーゆり子様、お前たちも従うがいい。わっしゃいわっしゃい、エレクトリカルゆり子パレードが開催されています。てんてれてんてん、ゆり子が照れてる、ゆり子が、ゆり子が照れてる照れてる。ということで我らが幸福な奴隷1万人が乙女ちゃんに1万票入れます。おお、なるほど。はい、そしてここで乙女ちゃんに入れてないククルーン、ククルーン、ずら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 らら、1万人がククルーンを包囲した。なんで乙女ちゃんに票を入れなかったんですか。かける1万、怖い怖い。ゆり子様、ご気分はいかがでしょうか。ランタン、お前の意見は必要ない、ただ恐れぬこと、それだけを心がけなさい。ありがとうございます、失礼いたします。ザッザッザッザ。さて、いや今宵も愚直にゆり子様を守らせていただきます。いやてかこれマジでくくるんじゃない。おラキオー、いやしかし確かにラキオは一度ゆり子様の意見に反対をした。因果応報というべきか。いやククルン怪しいけどなあ。ラッキーグノーシアじゃない、なるほど、ありがとうセツさん。いや乙女ちゃん、ステラスさん、貴様シビー、まぶたを突き出す。おさすがです、わっしゃ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 、勝つのはゆり子、負けるの尻尾に勝つのはゆり子。いやてかみんなククルン怪しくない？ククルン怪しいよ。あの乙女ちゃんとステラさんかばってたし、ククルン怪しいよ。ゆり子様ありがとうございます。うん、貴様悲しむな。ククルンのこぼれた涙をすべて吸い取ってやる。ちゅ、キモすぎてごめん。あーシュピに疑われてんなー。いやでもククルン、俺的にはククルンだけどなー。今回シュピになる、これなりそうだなー。ゆり子様の鶴の一声があったからな。いやちょっと雑談しよう、みんな誰好き。あゆり子様、この宮美子、何者にも怪我されていません。しかし快楽についてならばお前たちの誰よりもよく知っている。どういうことですかゆり子様。快楽すなわち幸福な奴隷、俺に告白したやつ、ウェルカム。あっククル、そんな話をしていていいの。ククルシカが睨んでいる。だがそれがいい。無敵の人だもん。いやククルン怪しいよ。最後にダメ押しでちょっと言っとくか。いやみんなククルン怪しくない？いやね、ゆり子様ですよね。くっそ、誰もこのゆり子みこしに乗ってこない。シピニー、シピニーかなー今日。いやククルン、ククルン、ククルンマジで怪しいけどなー。どうだ、うっ、おーっとこの二人か。あ、じゃあもうダブルコーラスでよくない？コーラス二人で、もうパピコでよくない？パピコしない？あーシピニーの疑われっぷりが半端ねー。いや何した？それだけゆり子様の発言力がでかかったということか。うーん、ゆり子様も、いや一応かばうか、一応かばおう。ククルンに、ククルンにヘイトが。いやーダメか、誰もククルン疑ってないかこれ。いやでも俺はシピニーをかばい続ける。
これで流れが変わればいいが。お願いします。うわあ、ダメかー、ククルー。いや絶対ククルンだと思うんだけどなー。山舞い、てかこれで終わらなかったら、終わらなかったら俺結構やばいぞこれ。いや終わらねえじゃねえか、やべえ。ちょっと待って、これ俺消されない？え、やばくない？だいぶククルンがグノーシアだとしたら、ククルシカの眼差しには軽蔑と一種の哀れみが含まれている。ああ、やばい、消されるやばい、消されるいやだよね、俺だいぶククルンのヘイト買ってるもん多分。やめて、ククルンお願い。ああ、セッサン、あっつー、あぶねえ。ああ、セッサン行かれたか。いや、じゃあもうククルンじゃないこれ。いやもうみんなククルンじゃないか。ベーゼはないだろ、ベーゼグノーシャなくね。で、ユリコ様も、あ、出た、ユリコ様、さすが人間だといえ、はい、私は人間です、そして幸福な奴隷です。お、ベーゼも言った。さあさあさあ、ククルン言ってる。何、え、ククルンも言ってきた。ご苦労、露見を恐れつつあえて偽りを口にするその蛮勇、褒めてやるべきかしらね、グノーシア。ユリコ様、ユリコ様は誰がグノーシアなのか見抜かれたのですか。いや、ククルンじゃねえの、マジで。いや、ベーゼはないだろ、ククルンだろ、こうなったら。いや、ステラさん、乙女ちゃん、ククルンじゃねえのね。ユリコ様、怪しいですよね。悲しんでる、これは。う、ベーゼ、俺、ククルシカのこと信じて、じゃあ、ベーゼは誰疑ってんだよ、俺か。もう男俺だけだもんな。やばーい、ククルンが俺を軽蔑している。ユリコ様ありがとうございます。百人力です。オーケー、ベーゼも乗ってる。あれ、じゃあベーゼはユリコ様疑いなのか。おい、貴様、メガネ叩き割るぞ。ユリコ様がグノーシアなわけないだろ。見ろ、このご尊顔を。もうダメ押しでククルン、ダメ押しでククルン、もう一回疑う。いや、疑わしいと思います。いや、いいぞ、ダメ押しで行こう、行こう。いや、ベーゼも疑っ、ベーゼも疑う。こ、いや、なんか、ベーゼ乗ってこいよ、マジで。いや、ククルン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 だってこれは。よし、オッケー、ナイス、ベーゼ、最後の最後乗ってきたな、いいだろう。メガネは割らずに返してやる。お前も幸福な奴隷になるといい。いや、大丈夫だよね、多分ククルンじゃねえのか。いや、続かなかったら。よし、オッケー、やった。え、だよね、だよね。え、バグいないもんね。ご苦労、ユリコ様、我々の勝利です。ことここに至るまでのお前の尽力、認めてやってもよいでしょう。ありがたき幸せ、幸福なる奴隷、ここに極まりました。さて、ふふ、確かグノースのことを知りたがっていましたね。お、教えてくださるんですか。ならばまずと、お前自身はグノースとは何者だと考えているのですか。あ、私がですか。異性の侵略者、人間、宇宙の真理。あー、いや、上二つはちょっと安直すぎない？異性の侵略者とか人間とか、宇宙の真、いわゆる神とかそういう存在なんじゃないの。ということで、まあ宇宙の真理ではないでしょうか。異性体グノースこそこの宇宙の真理だと答えた。まあ宇宙の支配者と言いますか、そういうことでは。今のは豚の鳴き真似ですか。失礼しました、豚の鳴き真似をして申し訳ありませんでした。所詮私めなどは豚でございます。ゆり子様の前では、どうかこの卑しい豚に、この豚目に真実をお教えください。まあよい、教えてやるとしよう。ブヒー、グノースの正体は電脳化された人間です。電脳化された人間？ブヒか？え、それは電脳化によって蓋然計算領域に保存された無数の人格、それらがつながり合うことで一つの意志、欲望を持った。はあ、電脳化された人格が意志を持った。
つまり己自身のさらなる肥大、より多くの人格とつながることをグノースは望んでいます。あ、じゃあやっぱグノーシアに消されたら電脳化されるってこと？それゆえグノーシアを作り出した。己のもとにさらなる人格を大量に送るために。やっぱり。あーで星巫女だからユリコ様はそれを知ってらっしゃるんですね。グノースは電脳化された人間の集合体。あ、データ更新した。この身は星船の巫女、多くの人間に電脳化を施してきました。あ、ユリコ様、はい。そして電脳化した者どもがどうなったかも見てきました。あ、え、どうなるんですかそれは。グノースに取り込まれた者はふふ、程よく自我が溶けてとても幸福そうでしたよ。あー、そうなんだ、電脳化されると幸せなんだ。だがランタン、お前は違う。え、部品？たとえ消えたとしてもお前はグノースの元にはたどり着けない。そもそも、え、俺は電脳化されないってこと？この船にグノーシアが生ずるのはランタン、お前のためなのですよ。ブヒー！どういうことですか？なんで？あ、え、終わった。え、ちょっとすごい気になるところで。あー、でやっぱりそうだよね、ステラスさん、乙女ちゃん、ククル、いやこれはめちゃくちゃわかりやすかったな。あ、でコメコメが強靭化、なるほど。ちょっと待って、ユリコ様、グノースの正体は電脳化した人間の集合体。ああね、さっき教えていただいたやつだ。いや、てかユリコ様、マジでマジで強かったな、反撃がさ。いや、でもあのすごいヘイト買ったユリコ様を守護天使の俺が守るっていう、このムーブすごい良かったですよね、ユリコ様ね。幸福な奴隷としての職務をすごい全うしてましたよね。いや、楽しかった、幸福な豚プレイ、楽しかった。またいつかユリコ様の豚になりてえな俺。はい、じゃあ乗員12人、グノーシア3体、留守番絵師主義者なし、これでいってみましょう。で俺がエンジニアね。 OK、 まあバグ消したいな、バグ消せればかなり有利になるかな。はい、ループ63。あ、セさん、ユリコがそんなことを。ああ、前の続きかこれ。グノーシア汚染者が出現するのはランタンのため。わからないな、ユリコは何を。いや、俺の存在何なんだろうね。なんかでも最初ユリコ様に会った時もね、なんかね、うん、それはともかく、グノースの正体が分かったのは収穫だよ。あ、電脳化した人間の集合体か。あるいは汚染を未然に防ぐことができれば。いや、何にしろまだ情報不足かな。汚染を未然に防ぐ、そんなんできんの？ああ、そういえばランタンは鍵のことを知っているランタンなの？もうラキオと話はした？え、ラッキー？どういうこと？鍵、ラキオ。え、なんでラキオ？鍵のことは知ってるけど、なぜいきなりラキオが出てくるのか切に聞いた。うん、いきなりラッキー、どうした？ラキオと話をすればわかるはずなんだ、この鍵のことが。え、そうなの？あ、ラッキー、ループについて知ってるってこと？未来のランタンが私に教えてくれたんだ、この銀の鍵について。銀の鍵？あ、てか未来の俺なんだ。まずラキオと接触してみて。ラキオは人の話を聞かないからなかなか話が進まないかもしれないけれど、まあそれはそう、それはランタンがいずれなすべきことのはずだから。覚えておいて、ラキオと鍵の話をすることを。ここに来てラッキー。ラッキーなんか知ってんだ。ふふ、ついでだし情報交換しておこうか。情報交換？何の？あ、今回の説は上院です。ああ、なるほど、セッサンの役職わかるんだ。え、わかった、じゃあラッキーか。今回はラッキーを生かせってことなのかな。あ、エンジニア権限、あ、俺だけど、あー、まあちょっと様子見たいな。おー、変文字
私が変態だ。ふふ、お似合いだろ。お似合いだね。ってことは変王者はバグカグノーシアだな。いや俺だ、俺こそが本物の変態だ。変態おじさんが二人来るぞユーマ。ということで、あーコメコメ疑われてる。ちょっと待ってよ、役職出揃ってほしいな。誰か言わないかな、名乗り出ろって言わないかな。ドクターがいるはずなんだよね。おー、レムオがベーゼを疑っている。んー、今んとこベーゼとコメ、あ、コメコメベーゼ疑い、ベーゼとコメコメが疑われている感じか。ラッキーカバイ、あ、めっちゃカバわれんなベーゼ、珍しい。おー、ラッキーはセッサン疑いまくってんね。いやでもセッサン上院確定なんだよな。まあ、ここは守っておくか。うん、セッサン大丈夫だよ。ちょっとドクター促すか。偉大出てるの誰だ。はい、おい、スケちゃん、白衣の天使です。トク来るんか。あー、白衣の天使が2人来るぞユーマ。こん中の語りがグノーシアなのかバグが混ざってるのか、そこが分かんねえな。まあ少なくとも変王子はグノーシアかバグだから、変王子は確実に消したいところだな、終わるまでに。というわけで俺は変王子に一票。おお、あー、コメコメか。あー、コメコメになった。まあコメコメ、まあこの段階だと分かんない、なんとも言えねえな。おやすみ。変おじとはいつかどこかで本物の変態おじさんを決める戦いをしたいところだ。ロジック上げるか。ロジック上げてどうしようかな。ラッキーのとこ行くか。なんかラッキーに鍵のこと聞けって言ってたもんな。ラッキー、まさかとは思うけど、でも鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵、はい、ドゥドゥ鍵、ドゥ鍵、ラッキーのキーは鍵って意味のキー、鍵って意味のキー。 SQ ちゃんクークルン調べるか。いやこれどっちかバグかグノーシアだもんね、ドクター。これで、うん、ステラさーん、あ、ククルン人間。お、ということは SQ ちゃんがバグかグノーシアで確定ね。そういうことになるよね、ククルンが本物。なるほど、これで分かりやすくなったぞ、結構。コメコメグノーシアじゃない。はいはいはい。あ、ククルン、コメコメグノーシア。なるほど。ってことは、コメコメも人間確定だな。あ、そうだ、報告。ククルン人間だったよーん。ククルン、ダンスよ。乙女はグノーシアではありえない。まあ、変王子のこれはデタラメ。ということで、まあ、SQ ちゃん。あ、ラブリーレムなんと遊んじゃうの？ひっ！いや、です！あ、すいません。やめておきます。あ、初めての断り方。嫌ってはっきり言ったな。え、これは、お、てへ、振られちゃったぜ。お、これは何？専用のやつか？ SK ちゃんとレムオの。初めて見たんだけど、今の。ほう、これは、乙女ちゃん疑ってる。いや、ラッキー。あー、いや、でもそっか。ラッキー。キーからしたらどっちが本物か分かんねえもんな、エンジニアドクター。いや俺からしたら丸分かりなんだけどな。なんとか SQ ちゃんか変おじに持ってけないかな、ヘイト。あ、レモンいいぞ。 SQ ちゃん歌がいいよこれは。あ、ククルも乗ってる。いや俺も乗ろう。いや SQ ちゃん怪しいと思います。んー、嫌われちゃったみたい。と変おじもかばうの。あー、乙女ちゃんもかばう。なるほど、シープに疑われてる。いやでも乙女ちゃん若干怪しいんだよな。 SQ ちゃんと変王子両方かばわれてたでしょ、乙女ちゃん。ラッキーもかばう。じゃあ俺はダメ押し変王子疑いに行くか。ちょっとみんな、この人変態じゃない？変態っぽくない？あ、ククルも乗ってきた。おやおや、これはこれは随分と嫌われたものだな。おい、変王子よりランタンが臭いとか言われた。臭くねえ、死んで。ラッキーもかばいかよ。変王子結構カバイついてんなぁ。SQ ちゃん。いや。いやーでも俺は一途に変王子に票を入れ続けるよ。いつの日か願いが叶うと信じて。平坦。おっ！乙女ちゃんとミンミンか。
S級ちゃんと変おじなんかいかねえなー。あーでもそっか、 S級ちゃんに票入れてたらいけてたのか。まあ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 、うんー、ベーゼが疑われている。まあベーゼ変おじかばったのがちょっと怪しいかなー。いやでもなー、まあちょっと様子見るか。いや乙女ちゃんもなー、 S級ちゃんと変おじにかばれてたんだよな、二人に。あ、ククルン誰も発言しない。あ、もう投票か。あ、じゃあまあベーゼにしとくか。まあどっちかっつったらベーゼかなー。あー、ベーゼすげー。お、ベーゼの票の集まり方えぐい。圧倒的支持を得ている。おやすみベーゼ。んー、次ぐらい SQ ちゃんが変王子行きてえな。結構人数減ってきたよな。あ、レモン、あ珍しいな。レモン、どうしたの。つ、あ、ランタンさん、え、どうしたん。あ、これは、お、ラッキー、珍しい。レムナンが普段にも増して怯えた様子だが、あ、あれ SK ちゃんのこと。やれやれ、宣告からこの調子だよ。グノシアごとき恐れるまでもないだろう。ラッキー結構レムオのことを気にするよな。違うんです、僕はその怖いんです、あの人のことが。あの人、あ、やっぱり。ああ、ね、SK ちゃんかな。さっきなんかヒーって言ってたもんな。SQ が怖いのかと聞いてみた。うん、はい。レムオと SQ ちゃんの関係は何なの。理解できないな。 SQ ならばむしろ君に好意的じゃない。その好意的なのが怖いんじゃない。それが逆に怖いんです。 SQ さんは昔の知り合いに感じが似ていて。昔の知り合いに似ている。その人を思い出すのでできれば関わりたくないんです。え、でも SQ ちゃんもレムオのことを知ってる風だったよね。知り合いね。思い出したくもないほどタチの悪いやつだったのかい。いや、ラッキー。お前がタチ悪いとか言うか。最悪でした。この世の悪そのものみたいな。え、それが SQ ちゃんに似てるの。興味深いな。そこまで言われると会ってみたくなるね。なんでだよ。いやでも、SQ ちゃんとなんか関係ある人なのかな。多分そうなんだろうな。ふむ、そうだね。そんなに気になるなら僕が SQ を潰してあげてもいいんだけど。え、いや何、ラッキーなんかレムオに優しくね。いえ、そこまでは。僕が勝手に SQ さんを気にしているだけですから。ラッキーがそんな人を気遣ったようなこと言うなんて。ええ、本当にただの気のせいですから。いやでも SQ ちゃんの方もなんか心当たりがありそうだから、ね。おお、ランタン、お、どうした。レムナンは虚勢を張っていたけど、ふん、やはり SQ は冷凍睡眠させよう。え、そもそも SQ なんていらないしね。いや、マジでどうしたんラッキー。なんでそんなレムオの味方すんのお前。ああ、言うまでもないことだけど、SQ 潰しには君も参加してもらうからね。え、俺も、いや、まあ別にいいけど、俺も SQ ちゃん疑ってたし。何ラッキーマジで。人木人木について教えてほしいのかな、レモンに。え、じゃあ俺 SQ ちゃん調べるか。いや、SQ ちゃんがグノーシアだって出れば、かなり追い詰めやすくなるよな。まあ、どっちにしよう。ああ、乙女ちゃん、ってことは、はいはいはい、SK ちゃんグノーシア。オッケー。あ、じゃあこれで結構、追い詰めやすくなるんじゃない。とりあえず報告しまーす。SK ちゃんグノーシアだったよ。ん、変王子。シピニーグノーシアか。まあこれは、デタラメ。オッケーオッケー。じゃあ、まあたまにはレムオの役に立ってやるか。あ、報告。ああ、まあ SK ちゃんこれはね、適当だから。おお、ベーゼグノーシア、マジで。あ、いいね。じゃあ SQ ちゃん合わせてもう2体目か。あと1体グノーシアがどこかに潜んでいる。まあそれが変王子の可能性もあるし、まあ変王子がバグの可能性もあって、まあでもとりあえず SQ ちゃんだな。そして俺は雑談を振る。みんな恋してる。なんだこいつ。俺の大切なやつはすごく綺麗な黒毛でさ、ははもう会えないんだけどな。お、これは、あ、猫？え、猫じゃないこれ、シペネーの。もう会えない。
その猫になろうとしてるのか、シュピニーは今。あー、後輩本能の脳機能ね。それか、まあ好きな猫がいなくなって、いや、わかんねえな。え、ここでトークタイムって超余裕かましすぎじゃね。おい、 SK ちゃん逆に余裕ないんじゃね。いや、 SQ ちゃんらしくないね。どうしたの。あ、シピニー、あ、いいよ協力しよっか。じゃあシピニー最近よく俺に協力持ちかけてくんね。え、じゃあ SQ ちゃん疑っちゃおっかな。いや、これだってレモンとかラッキーも乗ってくんでしょ。いや、 SQ ちゃん怪しいと思います。あ、レモンナイス。いや、ラッキー乗ってこい。おい何生還してんだ。変王子がかばっている。いや、これ変王子もグノーシアかな。なんかカバー合ってるよな、 SQ ちゃんと。そんな気がする。ああ、いいね。あ、別角度からラッキーが来た。これは乗るか。いや、ちょっと待てよ。あれもも乗る。あー、じゃあ俺も乗ろう。俺も俺もこの3人うぜえって思われてるだろうね、 SQ ちゃん。いや、これ SQ ちゃんいけるかな。あ、変王子をダメだと思われている。いや、ダメだよこいつは。ダメだ。あれ、 SQ ちゃんSK ちゃんも乗ってきた。いや、俺も変王子を疑ってるよ。随分と嫌われたものだな。いや、 SK ちゃんでいいんじゃね。うん、 SK ちゃん投票で。おお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 お。え、なんでレムを。え、どうして僕をそんな。レムニャンとか言ってたよな、SQちゃん。だってレムナン、SQちゃんのパパだもん。え、んー、それはその、マッチングアプリ的な意味それとも本当の意味だろ、パパ。え、レムを、どういうこと。レムをがパパ。んふん、心当たりあるでしょね、レムニャン。は？え、ガチの娘？あ、ああ、何？レム、心当たりあんの？あはは、声も出ないくらい嬉しい。生き別れの娘に初めて会えたんだもんね。え、え、生き別れの娘？え、レムも娘いたの？でもでも、残念だけどお別れなの。バイオポットで育ったって。あ、え、そういうこと？じゃあね、おやすみパパ。え、レム王の子供が赤ちゃんだったのがバイオポットでここまで育ったってこと？え、レム王、レム王、おい、あ、え、どういうこと？無駄でした、僕のしてきたこと。無駄？え、何？あ、そばに寄った。僕はずっと飼われていたんです。ある人の愛玩物として。え？飼われてた？ひどい毎日でした。管理首輪をつけられて、自分の体すら僕の意志では動かせなくて。首輪？それ俺もつけられたかも。だから逃げたんです。必死で新宇宙の果てまで逃げて。そっから逃げてきたんだ、レム王は。でもどんなに遠くに逃げても、何十年隠れていても、あの人は追ってくるんだ。え、どういうこと。娘なんて僕は知らない。あの人が勝手に作ったんだ、僕を追うため、僕を苦しませるために。あ、そのレムを飼ってた人が SK ちゃんを作ったってこと。分かってるんです。また僕をもてあそんで蔑んで。ああ、もう嫌だ。ええ、レムを、え、てかラッキーは、ラッキー来ねえのかよ。この話聞きに来ないのかよ。もういいんです、僕はもう。なんかすごい絶望させちゃったんだけど。いや、でも SK ちゃんもう凍っちゃったし、グノーシアだったし。あ、ジョインデータ更新さん。え、レム王、え、レム王行方不明になった。
なんで、いや、そんなに、そんなにだったの？え、待って、で、データ、エスケちゃん、レムナンの娘。え、でも昔 S 級の親の愛玩物だった。 S 級の親、あ、え、じゃあそのレムオとレムオを飼ってた飼い主の娘が S 級ちゃんってことか。え、ああ、だからその飼い主に似てるんだ、 S 級ちゃんは。え、いや、えぐすぎないそれ。いや、レムオにとっても S 級ちゃんにとっても。なるほど、だからレムオいなくなっちゃったのか。え、てか S 級ちゃんはなんで平気そうというかね、なんかそれを嬉しそうにレムオに言うんだろう。いや、 S 級ちゃんにとってもすごい嫌なことじゃない？だって、なんかまだありそうだなこれ。と、じゃあ俺はここで変語字を調べるか。いや、もうグノーシアが残り一人だから、まあここで変語字がグノーシアなのかバグなのかを知るのは結構でかいと思う。まあバグだとしたらそのまま消えるし、グノーシアだとしたらまあバグがラッキーかシピンの中にいるのかっていう感じで、まあまあまあとりあえずだから変語字を調べる。あ、よーし、オッケー、あ、変王子バグだったー、で、ククルン行かれたってことは、これは残ったのが、被害者はジョナスとククルしか。簡単なことさ。片方はバグなんだろう。いや、そう。ってことは、ラッキーかシピニーが、残り一人のグノーシア。だな。うん、変王子バグだったよ。いや、よかったー、変王子。調べといて。で、じゃあラッキーとシピニーどっちがっていうことになるんだけど、あ、ランタンがエンジニアだと確定した。 ありがとうラッキーまあそうだな、必然的にそうなるよな。待てよ、エンジニア報告。変語字がシピニーグノーシアって言ってるのか。まあでも変語字はバグだからこれは当てにならない。あー、ラッキー昨日 S 級ちゃんに投票してる。で、シピニーは変王子に入れてる。あ、これはでかいヒントなんじゃない？つまり、シピニーはグノシアでは？いや、まあラッキーが裏切ってる可能性もあるけど。ジョナスがシピアグノシアだと報告して。あ、いいね、セッさん。いや、俺もそれ考えてたよ。いや、シピニーでいいんじゃない？いや、昨日 SQ ちゃんに入れてないシピニー怪しいよね。いや、賛成です。いや、ごめん、シピニー、協力関係だけど。けどな、こんなことしてて大丈夫か？いや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 。まあ、ラッキーかシピニーかって言ったら。ああ、やめておこう、もったいないじゃないか。いや、別にシピは惜しくないけど、貴重な攻撃ターンが無駄になることが目に見え。いや、待て待て、おいってなると、俺はお前を疑うことになるんだぞな。いや、ラッキー誰疑ってんの？セッサンか。まあ、セッサン俺目線で上位なだけだもんな、今。いや、疑われてるじゃねえか、おいラッキー、お前かばったやつから裏切られて。おい、ちょっと待て待て、ステイさんダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。ラッキーダメだよ。ラッキーは大丈夫なの。いや、それは人間性に問題あるかもだけど、今回グノシアじゃないのよ、多分。俺の見立てではそう。いや、シピニーだって、シピニー。シピニーやばいって、マジで。いや、お前乗るんかい。おやおや、人望がないんだね、シピ。当然、そんなやつは信用できないよね。じゃあ、さっきかばってたのは何だったんだ。あ、ステイさん乗ってきた。よし、これシピニーいけそうだな。いや、ラッキーどうした？レムオいなくなってパニックなってんのか。いや、セッサンダメだって、ちょっと、ラッキー言うたかい、ダメ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 。セッサンちょっと座っとこう。セッサン一旦座っとこうか。ね、セッサンも喋るのやめようか。ね。俺の言う通りにして、頑張らないで、セッサン。頑張っちゃってるよ、また。いや、シピニシピニ。よしよしよし、危ねえ。セッサンマジでちょっとドキドキさせないで。頑張らないで、セッサンはね。よし、いや、多分大丈夫だろ。これで。よし、オッケー、あぶねー。今回はなんとかしのいだみたいだね。セッサン、私たち人間側の勝利が決まったよ。いや、最後の危なかったのセッサンのせいだけどね。
改めて伝えさせてほしい。ありがとう、ランタン。え、何が？いや、こちらこそだよ、セッサン。ああ、いや、お礼を言いたいのは今回のことだけじゃなくて。ダメだな、私。気持ちだけ先走ってる。え、どういうこと？今回のこと、あ、今までのループでもってこと？私と同じようにループを繰り返しているランタンの存在が私の救いになってくれているから。あ、なるほど。その一人じゃないっていう、そういうこと？だからありがとう。いやー、セッサン、いや俺もセッサンがいろいろ教えてくれてるから頑張ってるよ。あはは、やっと伝えられた。なんだか気恥ずかしくて今まで言えなかったの。あ、そうなんだ。ありがとうが。あー、セッサン、そうなんだ。ふふ、ランタンが次のループで会う私はどうだろうね。まだ言えなくて悶々としてる私かも。あー、いやでも俺はね、このループ以降の俺はもう知ったからね、セッサンの気持ちを。それじゃあまた会おうね。いや、セッサン、でも危なっかしいところはあるけど、まあそれも含めてな、やっぱセッサンいい子だな。よーし、オッケー。まあまあ、だいたい予想通り。てか、ラッキーのあの、鍵の件は何だったんだ？なんかイベントあんのかなと思ったけど。結局何もなかったな、このループだと。あ、で、レムオはなんか、満たされた顔してるんだ、今回。行方不明落ちだったけど。はー、いや、レムオと SQ ちゃんの件もなー。なんかまだありそうだったよなー。